こんにちは、春風ツアーです。今回は大分空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は9月です。大分空港を10時15分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。日本国内でのお乗り継ぎは羽田空港到着後、成田まで移動していただいて、成田からのご出発となります。成田を出ますとカナダのカルガリーへ向かいます。ここで航空機を乗り継ぎ、イエローナイフへと向かいます。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。9月はお休みもあって混み合ってくるシーズンです。ご旅行の計画やご予約はお早めにされることをお勧めいたします。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は9月出発の大分空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。